こんにちは、山口健さんと中美香です。串カツ田中でバク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 食べちゃうよ。私大食い言うてもマックのバーガー3個とポテトのナゲットと三角チョコパイを一気に食べれるぐらいで、言うても普通なんよね。いや普通なんや。もうこれ本当悩みで、私食べる量じゃなくても普通すぎる、なんていうかな、考え方とか一般的すぎて。名前もね、しかも田中って本名よ、田中って普通だろ、普通すぎるだろ。私世の中の普通を行きすぎてるんよ。まあちょっと話それたけどさ、一つのコンテンツにできるレベルの大食いじゃないと、大食いって書いちゃいけないんです本当は。串カツ田中で食べ放題、そうこれがあるよ、食べ放題。串カツ田中の食べ放題のコースがあって、やっぱり食べ放題だけ何本食べれるかとかやりたいわけで、何本食べれるのか、何本食べれるのかみたいなことを言いたいわけ本当は。だけど怖いけ、怖い、だってそんな食べれるわけない。マックのバーガー3個とポテトとナゲットと三角チョコは一気に食べれるぐらいだから、本当普通なのよ。裏テーマとして何本食べれるかって本当マジみんな言わんだよ。みんなはね甘やかしてくれるけいいかもしれんけど、私の視聴者さんじゃない人が見た時に、ただこの女串カツ田中で串カツをニコニコ美味しそうに食べてる可愛い女じゃねえか、ただの天使じゃねえか、クソってね多分思うと思うよね。だけちょっとそれはさすがに怖いなっていうことで裏テーマとしてパックパック食べたいな、かっこ何本食べれるのかっていうのをやっていこうと思うよ。試さえするには書かせてもらうよ。でも飲めないんでね、パクパク食べるよ、誰が見る下手くそすぎるだろ、 YouTube 何年目だよ。ちゃんと大食い何本食べてブッみたいな、そのここにね串カツブッってサムネ映えみたいな感じのことやりますよ、やらせていただきますよ、すいませんけどね。ってことで串カツ田中食べ放題へ、あー、レッツゴー。私は串カツのみ食べ放題大人でドリンクバーもつけた、だけどドリンク飲み放題、うわー食べ放題飲み放題久々よ、食べ飲み放題久々。高校時代の体育祭の打ち上げのスタミナ太郎以来じゃない、さすがにないか、それは食べ飲み放題しなさすぎ放題やね。まず串カツ牛串カツ豚を人数分ごと提供します、強制的に食べさせられます、はい、ありがたいことに。追加注文は1人様1回につき串カツ5本まで、まあ、ないけどちょっとサムネ映え用に10本最初持ってきてくれるってことなんで、特別にちょっと10本選ぼうかな、どうしよっかねこれ。てか全種類食べれるくない ?31、32、33、34本、いや無理だ、普通の凡人の私には無理、田中っていう本名の私には無理です。とりあえず好きなものを頼んでいくわ。さて、お待たせしました、失礼します。はい、生麩田楽、生麩田楽、エビ、椎茸、アスパラ、レンコン、チーズ、ハムカツ、タコウインナー、タコウインナー、以上で、ね、はい、はい、お休みをお作りいたしますね、失礼いたします。なんかね、最初撮影始まる前に挨拶したんやけど、めちゃめちゃいい人たち、なんかめっちゃ、だいたいね、お店の撮影をお願いした時とかってなんか、好きにやってくださいって感じだよね。で、それも全然ありがたいし、なんかなんかあればやってくださいみたいな感じで、もうフランクな感じなんだけど、まあ、お店の人全員がこちらを笑顔で見て、なんかお願いしますみたいな、店長ですみたいな、曲芸しましょうかって言われて、あ、でも他のお客さんとかいたらね、BGM あれだからみたいなこと言ったら、大丈夫です、店長が歌いますって言って陽気、明るい、やばい、届きました、わーい、余裕余裕だって、今日味噌汁とご飯しか食べてないもん。これをかけるのが多分スタンダードなんやけど、激辛ソースも好きなんよね。なんか激辛とは言っても規格外の辛さじゃなくて、例の韓国麺だな、プルダクックンブみたいなな、意味わからん辛さではなくて想定内の辛さ味変で、あれも行こう、エビからいただきます。うん、やばい、うん、最初は勢いが大事、勢いで10本いっちゃうから、椎茸、うん、ちょうどいいソース、いっぱいつけたいソースって感じ、チーズ、うん、すごい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 、うん、チーズ美味しい、ちょっとマジで行かせて、ちょっと黙るて、
ロコカモメが赤ちゃんの食べ物でした。煉獄私好きなんよね。何かは分かってないけど、何なのか分かってない。何だ煉獄って何だ。うん、おいしい。お餅みたいな、こんにゃくというよりお餅だな。生麩だから、何なの何なの。キャベツ食べ放題、何度でも頼んでいいらしい。串カツのソースをつけて食べると。最初ここの店員さんたち優しすぎて、なんかサムネ映えのために全種類どうですかとか言ってて、いや全種類はちょっとはさ、多分あ田中みかんってクリエイターが食べに来るんだなと思ったら、ちょっとなんかまあ動画とかさ、まあ、ちょっとなんかどんなやつかなぐらいで見るやんか。すごいなんか迷惑系 YouTuber やったら困るやんか。やったって来てみて、メントスコーラお願いしますって言われたらさ、絶対困るやんか。私の動画多分ちょっとはね、多分見てくれたんじゃないかなと思うけどさ、動画の中でさ、めちゃめちゃ食べるやんか。この娘全種類ぐらいいける口してんだろうって多分思われたと思うよ。やけで全種類勧められて、うん、もうキャベツ食べたこと全部リセット、ありがた。これハムカツ、うん、はい、今日いや久々にこんな味が濃いもの食べたよ。今修行中なんでね、朝起きて豆腐に納豆メカブプロテイン、気持ちいい。めっちゃ辛い。お子様使用禁止。嘘です。辛い言ってもね、え、辛いよ、辛いけど、私割と辛いのは普通にいけるタイプなんよね。レンコン、あ、辛さがちょうどいい。あ、辛い。辛い、しっかり辛い。あ、辛い、うん、いい辛さ、規格外ではない。あ、辛い、嘘、辛い。でもこのぐらいで収まる。辛い、これで収まる。あいつは収まんないから。久々の炭酸嬉しい。ホワイトサワージュースなんて今飲んでないけんね。揚げ物には炭酸だ。マステラマステ。これちょっとね辛い、毎回これつけては無理だ。10本に1本だ、うん、下手くし。豚バラ大好きな私としては、うん、お肉も柔らか。全然もうダイエット中やし、すっごいお腹空いとったっけ今日。もっともっといけるんやけど、今すごい勢いで食べようやんか。腹何度だと思う、マジで。今日マジでいくよ。今腹7分、7分です。お腹いっぱいになりそうだ。別に私もマック食べよるとき、マックのバーガー3つ食べよるときとかもお腹いっぱいよ。お腹いっぱいけど、別にそっからが長いって話。私は串ポン、これちょっと爽やかに食べれるんじゃない。これ食べよう、牛串。いただきます。うーん、串ポン美味しい。野菜と柑橘のさっぱり味、めっちゃ美味しい。これ最高。実際どうなんやろ、これもう元取ったのかな。2080円でしょ。ギリ元取ってないぐらい、ギリ。今多分1500から上だと思う。あ、全然元取れるね。虚弱な赤ちゃんでなければ。誰だってね、私が串カツ田中に来たら絶対頼むやつ、アスパラ。いただきます。串カツってさ、何がいいかって、野菜というヘルシーな食材を最大限カロリー爆弾にしてみたっていうやつやんか。それが最高。揚げ物やけど野菜やもんね。ふふーん。10本食べきった。お腹いっぱいだけは言わんとこうね。でもまだ食べたい、まだ食べたい、まだ食べれる。しかもこっからなんかが長いんだよ私。ちょっと次からは5本ずつ頼もうかな。この前さ、今年は私めっちゃ可愛くなるよって話したやんか。可愛くなりたいって。それでさ、これ以上何を頑張ればいいんだろうって。なんていうか、いや頑張ることあると思うよ。でもさ、結構やってきたくねっていう。骨格診断、パーソナルカラー診断とかやってきてさ、でもうまんまと支配されてるわけやん私。イエベ春だから絶対ピンク、幸福度高いピンクは私は似合うんだってさ、ピンクの服買い漁ったりとか、私は骨格ストレートで首が短いからタートルネックは絶対ダメみたいな感じでさ、ほんと支配されてるよね。私 あれからタートルネックマジで着てないけど、私って良くも悪くもめちゃめちゃ影響される人間。いや、どっちなんだろう、影響されます。いや結構マイペースなんやけどな私って。興味のないものに対しては全然興味ないんやけど、ちょっとでも興味あるで、あ、本当だって思ったものに関してはグッってのめり込む。やけ宗教とかハマりやすい、うん、絶対にね、ハマったことないけど
まだまだね自分の可能性を信じて宗教にはまるんじゃないかっていう可能性を、このでもこの意識が大事だと思う。私は、私なんかそのはまるわけはまるわけなわけって思わない。自分のことあんま信用してないけど、私自己肯定感は高いし自分のこと大好きやけど、あんまり自分のこと信用してないっていう本質では。で、周りの友達とかにのめり込みそうな恋愛があったらやばいと思ったら言ってって言っとる。変な方向行きよったら言って、そちらの意見を信じますんでっていう風に友達に言っとるぐらい自分のこと信用してない。やっぱ友達の言うことは聞いといた方がいいからね。届いた追加注文。デザート系も頼んでみた。バナナとクッキー&クリーム、チョコかけて食べてって。美味しそう。そろそろデザートが欲しいかなって思って、まあ、別に終盤ってわけじゃないよ。あと5本食べ終わった後にデザート食べそびれたら嫌だからデザート頼んだっていうわけではなくって、一旦ね、一旦デザートで、私の大好きな玉ねぎ、玉ねぎ美味しいよね。あ、やばい、新玉の時期じゃない？よくなんかな、めちゃめちゃ甘いよ、うん、山芋だって絶対美味しいやん。わっ、うん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 、やばない？やっぱ野菜しか勝たんな。牛とか肉とかももちろんね、もうめちゃめちゃ美味しいんやけど、私野菜串が好きだわ。さっきの骨格とかさ、パーソナルカラーの話やけどさ、ふとね、ふとね、平成とか昭和の人たち、私も平成の人やけど、昔の服のイメージってさ、バブリーな時代があったりとか、肩パッドとか入ってたりとかさ、時代によっていろんな服があるわけじゃん。そういう時にさ、私がさ、その時代に平成とか昭和にタイムスリップして、それ骨格に合ってないんじゃないみたいな、もっと似合う服あると思うよみたいな。骨格ストレートっていうのはこうでこうで、多分ナチュラルなんじゃない、骨格。オーバーめの服とかめっちゃ似合うと思うよ。ちなみに多分やけど、イエベ春かブルベ夏だよみたいな。じゃあ、あんまビビッドな色とかよりかはこっちの方が似合うと思うとか言ってさ、なわけって多分絶対一緒される。そうよね、今の人たちってさ、もう私みたいにもう支配されてさうわこれ着たいけどな、でも似合わんなって。だって似合わん服ってさ、上がらんじゃん全然。私はね、私は別に人が何着てても私はどうも思わんし、てか人が似合う似合わんってそんなに分かんないのね。親友とかぐらいしか、深い関係じゃない人の骨格を理解して、うわあの人似合ってなとか全く思う、てか分かんない、分かんないんやけど、で別にその好きな服着ることがね一番なんだよね。そのめちゃめちゃ保険かけるやんけんこういうこと発言気気をつけ生きづらいですよ。いや、私は似合わんとしんどいわけだけ、似合わんなって思った服は着たくないし、どうしても着たいってやつはもう結構工夫して着る。腕まくったりネックレスしたりとかして、できるだけ骨格に合うようにして着るんやけど、その骨格とかパーソナルカラーとかいう言葉がなかった時って本当みんな好きに着とったやん。平成とか見てみーやん。平成のあのなんかキャラティーみたいなのに、あのスカートにニーハイソックス、猫の太もものところに猫が描いたのね、ニーハイソックスみたいな。であんなもう流行っとるけ着るって感じやんか。あの頃は幸せやったし、好き勝手欲のままに服を着てて、あーやばいやね、あの時代は。私も若い頃はやばいやったな、中学生とか高校生の時とか。試着っていう概念なかったもん、私の中で。野蛮だったので、試着せんでもなんか、あこれええやんと思ったら買うし、本当に服苦手やったんよ昔。今もそんなに得意ではないけど服選んだりする。昔めちゃめちゃ、なんなら嫌ぐらいやった、買い物嫌いみたいな。みんなでさ、中学校の時とか同じ部活の人たちと5、6人で夢シティに行って、なんか買い物をしに行ったりする時とか、タピオカ飲みに行ったりとか、プリ取りに行ったりとかしよったんやけど、そういう時もさ、やっぱね、お姉ちゃんがおる組はね、おしゃれなんよね。だけどさ、なんかみんながすごい、わおしゃれだなってのはあったんやけど、でも自分がどうしたらいいか分かんないのよ。だって私は買い物する場所は島村限定やし、島村かハニーズでしか服を買えなかったわけ。ラブジャンキーじゃ買えなかったわけ。ものすごい劣等感感じながらみんなと歩き寄った、夢シティを。うわーみたいな、私だけじゃこんなおしゃれじゃないのみたいな感じで。それがね、今となってはもう何万人の前でさ、服を買って見せてみたいなことをしてるわけじゃんか。考えられないよ、あの時の自分が。成長しましたね。いかうん、海鮮、海鮮最高。続いて、バナナいっぱいかけちゃおう。あ、ビリヤードの時間だ、うん、
バナナ熟熟なってるわ。おいしい。バナナ揚げたらこんなおいしい。やっぱ上手に揚げるな。ビリヤル、ビリヤル匂いに揚げないと。よっしゃ、これね、あと2枚今日は写真が揚げられます。よかったな。ティー&クリーム。全然ソース感ないけど、椎茸みたいな。うん、おいしい。うん、これ、ふきふき。これ、みかんちゃんすっきりだな。クッキー&クリームだ、本当に。想像通りの味がする。うん、まだ食べれる。まだ食べれる。まだ食べれる。マダガスカル。それ。15が限界。いや限界ではないよ、まだいけるよ。いけるけど、美味しく食べれるのはここまでかなって。いや20はいける。25ぐらいはいけるんじゃない。まあ、本気出すかね。本気出さなかったんだっけ今日は。帰りますか。